現在の様子。手前にコンスタンティノス7世のオベリスク、右奥にトトメス3世のオベリスクがある。地図、ヒッポドロームにいるスルタンの前のギルドの行列。トルコの細密がサーネーム、アイビビーテオドシウス1世のオベリスクトトメス3世のオベリスクの台座。テオドシウス1世が競馬場の観覧席から勝者に、 月経館を授けているところ蛇の柱コンスタンティノス7世のオベリスクコンスタンティノープル競馬場は東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルにあったキルクスである現在はスルタンアフメトメーダヌまたはアトメーダヌと呼ばれる広場になっておりトルコのイスタンブールにある単にヒッポドロームとも呼ぶ本来の構造で現存している部分はごくわずかである ヒッポドロームとは、古代の競馬場を意味し、ギリシア語の馬を意味するヒッポスと道を意味するドロモスを組み合わせた語である。ここで競馬や戦車競争が娯楽として開催されていた。この競馬場は、東ローマ帝国の首都として栄えていたコンスタンティノープルと関連づけて考えられがちだが、実際はそれ以前から存在していた。 最初の競馬場はこの都市がビュザンティオンと呼ばれていた頃に建設されており、当時はローマ帝国内でも中規模程度の地方都市だった。203年、皇帝セプティミウス・セウェルスが都市を再建し城壁を拡張し、この時戦車競争などの競技場としてこの競馬場を建設した。324年、皇帝コンスタンティヌス一世がローマからビュザンティオンに遷都市、 ノバローマと解消した。しかしこの新名称は普及せず、間もなく、コンスタンティノープルと呼ばれるようになった。コンスタンティヌス一世はこの都市を大幅に拡張し、その一環として、競馬場も修復した。この時のコンスタンティノープル競馬場の大きさは、長さ450メートルで、幅130メートルと見積もられている。観客席には10万人が収容できた。 トラック部分は U 字型で皇帝専用の特別席はトラックの東側に位置していた。この勝ち妻は大宮殿と隣接していて皇帝やその家族は専用通路で直接行き来できるようになっていた。トラックの北西端がレースのスタート地点になっていてそこにヒポデドロームボックシズと呼ばれる現在の発馬機にあたる建物がありその上に4頭の金メッキされた。 聖度制の馬の彫像があった。これら馬の彫像が古代ギリシアのものか古代ローマのものかも定かではないが、現在はサンマルコの馬と呼ばれており、1204年の第4回十字軍の時にベネツィアに持ち去られ、サンマルコ寺院のファサードに設置された。スフェンドンは南端の有事部分にあった曲線を描いた観客席で一部が現存している。 トラック外周には、名馬や名魚舎のブロンズ像が並んでいたが、全く現存していない。競馬場には他にも多数の神像、皇帝像、英雄像があり、有名なものとしては、リュシッポス作の平楽レース像、ロームルストレムスと狼の像、プラタイアの三脚台の一部である、蛇の柱などがある。10世紀の皇帝コンスタンティノス7世は、著書、儀式の書で、 サラセン人、またはアラブ人が訪れた、サイの競馬場の装飾について記しており、紫の壁掛けや珍しいタペストリーなどに言及している。東ローマ帝国時代を通して、この競馬場は市民生活の社会的中心だった。特に7世紀までの東ローマ帝国では、 古代のパンとサーカスが継続していたため、競馬場では年間100日以上、1日に何レースもの戦車競争が開催され、莫大な金額がかけられた。もともとは4つのチームが競争に参加しており、それぞれのチームに元老院の政治勢力がスポンサーとしてついていた。チームは色分けされており、青、緑、赤、白があった。このうち赤と、 白は徐々に弱体化し、青と緑のチームに吸収されていった。最大8つのチャリオットが出走する。チャリオットは4等立てのクワドリガである。戦車競争は、単なる、スポーツイベントではなく、皇帝と一般市民が同じ場所に会する、稀な機会を提供していた。政治的会談もこの競馬場でよく行われた。これは、 皇帝専用席が大宮殿と直接つながっていたためである。このため戦車競争や競馬以外にも皇帝の即位式、外戦式などの政治的イベントの会場や公開処刑の場としても使用された。青と緑のチームの構想は政治的思惑や宗教的思惑とも関連してしばしば騒動を引き起こし、市内での内戦に発展したこともある。 特に532年に勃発した市民の反乱、ニカの乱は深刻な被害をもたらした。将軍ベリサリウスらによって、競馬場に集まっていた反乱派の市民約3万が殺され、反乱による放火などでアヤソフィアなどの重要な建築物が破壊された。現在のアヤソフィアは、ニカの乱の後に、ユスティニアヌス一世が再建したものである。7世紀以降、 東ローマ帝国は、オリエントや、西方の属州の大半を、イスラム帝国やランゴバルト人らに奪われ、パンとサーカスを維持できなくなった。このため、競馬場の競争の回数は激減し、5月11日の、コンスタンティノープル回渡記念日や、皇帝の誕生日などに行われるのみとなった。しかし、回数こそ減ったものの11世紀のコムネノス王朝の時代においても、 戦車競争は市民の重要な娯楽であり、競争の開催時には古代以来の青、緑、白、赤の各チームを応援する市民たちが熱狂していたことが記録されている。1204年、コンスタンティノープルは第4回十字軍によって略奪され、その後以前のように完全に回復することはなかった。 東ローマ帝国は1453年まで続いたが、その頃には、競馬場は廃墟と化していた。1453年、オスマン帝国によって陥落し、オスマン帝国の首都となったが、彼らは戦車競争を楽しむ趣味はなく、競馬場は忘れ去られていった。しかし、その跡地が完全に別の建物で覆われることもなかった。競馬場は、 オスマン帝国皇帝アフメト三世の息子の活稽の儀式など様々な機会に使われた。オスマン帝国時代の細密画を見ると、観客席やオベリスクはそのままだったことがわかる。建物は現存していないが、現在のスルタンアフメト広場は、かつての競馬場とほぼ同じ領域を占めている。新たな首都のイメージを高めるため、コンスタンティヌス一世とその後継者は、 帝国全土から芸術作品を集め、コンスタンティノープルを飾った。競馬場では特に、スピナと呼ばれる、トラックの中央の障壁に設置された。その中でも、現在、蛇の柱と呼ばれている、記念碑は、プラタイアの三脚台と呼ばれる祭壇で、もともとは、紀元前5世紀に、ペルシア戦争の一部であるプラタイアの戦いの戦勝を記念して作られたものである。 コンスタンティヌス一世は、デルポイのアポローン神殿からこれを持ってくるよう命じ、競馬場の中央に設置させた。この柱の頂上部には三匹の蛇の頭に、支えられた金のボールがあった。このボールは、第四回十字軍の最中に破壊、または略奪された。オスマン帝国時代の細密画には、蛇の頭部が描かれており、少なくとも17世紀末頃まで蛇の頭部があった。 この蛇の頭の一部は復元され、イスタンブール考古学博物館に展示されている。デルポイの三脚台で現存しているのは、土台部分のみで、蛇の柱と呼ばれている。390年、テオドシウス一世はエジプトからオベリスクを取り寄せ、競馬場のトラックの内側に、それを立てさせた。赤みがかった、花崗岩を掘ったもので、もともとは、紀元前1490年。 トトメス三世の時代に、ルクソールのカルナック神殿に建てられたものである。テオドシウス一世はこのオベリスクを三つに分割して、コンスタンティノープルまで運ばせた。現存しているのは一番上の部分のみで、今日それが載っている大理石製の台座は、テオドシウス一世が作らせたものである。このオベリスクは三千五百年前のものでありながら、非常に良い状態で維持されている。 10世紀の皇帝コンスタンティノス7世は、もう一つのオベリスクを、競馬場の反対側の端に建てさせた。もともとは、金メッキされた、青銅製の板で覆われていたが、第4回十字軍に略奪された。一みの中核部分が現存しており、ウォールドオベリスクと呼ばれている。スピナには他に、伝説的な、強さを誇った巨者、ポルフュリオスの像が7体設置されていた。 ポルフュリオスは、緑と青のチームの魚車として、戦車競争に出場していた。像そのものは7体とも現存していないが、その台座が2つ現存しており、イスタンブール考古学博物館に展示されている。現在、この場所の正式名称は、スルタンアフメとメーダヌであり、トルコ当局が注意深く管理している。かつての競技トラックは、歩道で示されているが、 実際のトラックはその地下2メートルほどのところにある。スピナの現存する記念碑である2つのオベリスクと蛇の柱は広場に穴を掘ったところに立っている。八角形ドームがかかったネオビザンティン様式のドイツの泉はドイツ政府が1900年に建設したものでドイツ皇帝ビルヘルム2世が1898年にイスタンブールを訪問したことを記念したものである。 広場の北の入り口付近、ブルーモスク正面右にある。1950年と1951年、広古学者ルステムズユランの式で、発掘調査が行われた。1980年代には、スフェンドンの周囲の住宅が撤去され、その構造が見やすくなった。1993年、スルタンアフメトモスク付近に新たに公共の建物を、 建設するため重機で掘り返したところ、かつての競馬場の観客席や柱の遺構が見つかった。調査はそれ以上行われなかったが、座席と柱はイスタンブール市内のいくつかの博物館に収められた。競馬場は1953年から1976年まで発行されていた500トルコリラ紙幣の裏面に描かれていた。ありがとうございます。